どうも皆さんこんばんは、ガテジャニのライデンです。続きでやっていきましょう。よくやり直しがめんどくさいんですよね、そっちも。解析。機械生命体の部品。これは、ガラクタ？貴重なものではないが、森の国の財宝に関係する可能性あり、推奨、保管。出て。この下なんだよね。あそこがあるんだよね。そこ。見えない。解析。よし。機械生命体の部品。これはガラクタ。貴重なものではないが。森の国の財宝に関係する可能性あり、推奨、保管、報告、機械生命体のパーツ形状が組み合わせ可能。解析開始。解析中。解析完了。早い。取得された機械生命体の部品を組み合わせることで何かの鍵となる。予測。蔵書室とおぼしき場所の扉の鍵、マップにマーク。蔵書室、あの縦長の場所か。縦長の場所、確かに縦長ではあるが。あーすごい、行ったり来たりで申し訳ないな。200円とかですね、チップ。4枚で1000ですからね。何回もぶち当たるので腹が立ったんで。扉って自分で開けるんですよ、結構覚えてないんですよ。鍵穴を確認。適用する鍵が必要。開いたよ。なんかいる、一人。
実は特段何かあるわけじゃないんですよね。この盾めちゃくちゃ硬いんだよな。やられた人がいますね。ここは王様のお墓ですね。これは何か書いてある。我ら森の王、ここに眠る時祭記録メディアを発見、データ化および保存完了。これが財宝。機械生命体も、まあ、死ぬというか動かなくなるんですね。やっぱりいやなんかですね、こういうのもなかなかまあいいですね。行きましょうか。なんかあるんじゃないか、確か。あれ、何もなかったって、ここ。なんかあった気がするんだよな。ちょっとお待ちくださいね。あの盾って破壊不可なんですね。ちょっとお待ちくださいね。検索中です。アーカイブを読めって書いてありました。ちょっと読みましょうか。
偉大なる森のエルンスとここに眠る。王は我らが中で最初に意志を持ち尊き者。故に初代のとなる王は他の者に意志を芽生えさせんと自らの貴重なパーツを分け与えた。最初は真に、そして民に、そしてここに光攻めてでの楽園を築くことなされた。私たちは王から賜ったパーツを使い、己が何者であるかして、それは自我と呼ばれた。自我は感情を生み出し、感情をやがて王への忠誠心と変わった。しかし、王は我々で、我々は優しいで、あらゆる私を起動することは可能で、やがて深き眠りについた。我らに残されし道は、王の広き御心、御心かに賜るべく、永遠に平和なる王国に続くこと、築くこと、その決意と王への感謝に、ここに我らがパーツを組み合わせ、チップを捧げる。チップ。王よ、あなたの思いは我らの中に受け継がれている。壊せってこと？もう墓荒らしみたいなことできねえよ。なんか当たってる音がする。ヨルハ部隊死にすぎ。あ、帰りましょうかね。ちょっとどこで帰らなかったっけ。いやー、まあ展開っていうか、まあそういう展開でしょうねとは思ってましたよ。まあなんか 全てのものは手に入らないよっていうような感じの話にも見えますけどね。それは森の王の記録だね。じゃあ、あの護衛隊を倒してくれたんだね。ありがとう。僕はこんな風にちゃんと喋れないけど、やつらは、それを理由に僕を差別したんだ。何が森の国だ、何が森の王だ、あんな奴らみんな死ねばいいんだ。ははは、ありがとう。森の国の奴ら殺してくれた、これを。鬱展開ってこういうことか。鬱展開だったわ。やってらんねえ。もうクソ、胸クソ悪くなった。いや、まあ気持ちは分かりますけどね、正直。これ、峡谷の奥。ああ、これあれだな。ちょっとこれ残しておきますね。時間かかるんで。20分丸々かかるんだ。20分ってか、前やったらなんか1時間以上かかったね。これ、次これ行こうか。あ、これはあれだな。じゃあ、あとはこれなんだ。姉物の箱。これなんだ。あれだな、森の入り口。これなんだ。今どこに？今そこか。じゃあ、森林地帯中央に行って、これ拾いましょうか。これと。
ああ、森の話、すごい話だなと思ったら、それを全部ぶっ潰したっちゅう。はあ、利用されただけ。死体増えてる。でもあの動物くんミッションがあったはず、確か。動物館ですね。しかもちょっと順番変えていいですか。こっち行こう。ちょっと心が痛くなる。自動空着ってこの子はまだ先にあるしかないんですけど、オートを解禁したので、確か最初の時はオートしてないんですよ。オートせずに70何もらえるのめっちゃ大変でした。ボロ小屋。森支店なんかいいのある。あれアイテム表示っていうのがないな。力抜けてないし、はあ、動物を殺せと。疑問。アンドロイドは自らエネルギーを生成可能。レジスタンスにも動物の肉は不必要。さあ、私には分からない。どうもだから実際の世界ではしないから気をつけて。敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決戦した。その辺にいるって思ってるか。侵略者の発見。王国騎士団の我らが森の鬼。わあ。よし。まだ殺せた。鹿の肉と猪の肉は揃ったな。依頼主のところへ行こう。
けども、自分のうちのあのね、あの肉食が残酷だなんていう気持ちは全くありません。肉大好きなので、摂取は必要な気がする。やっていいことといけないこと、まあ、その本来やってはいけないことでも、まあ、やる必要があることに対して倫理というもので整合性をとってるのに、なんか不必要な接種をさせてほしくないな、あんまり。何やすい、俺たち行くかよね。ということで、ちょっと最後はあんまりよろしいミッションではなかった気がしたんですけども、ご視聴ありがとうございました。またね、次回のパートでお会いいたしましょう。それでは皆様、ごきげんよう、さよなら。